最初に君と出会ったのは満開のうなぎの木の下だった。風で落ちたうなぎを拾おうとうろうろしている僕に、君は素早く木に登って一番いいうなぎを燃えてきてくれた。僕がおぞおぞと七輪と炭を用意すると、君は自信たっぷりうなぎを焼き始めた。タレの匂いと煙の向こうの君の笑顔を見て、この人しかいないと僕は思った。僕は勇気を出して君に言った。白いご飯も欲しいんだ。君たちは川に白いご飯を捕まえに行った。並んで白い便器の船に乗って君と肩をくっつけ合って、君の体温を感じながら、僕はそれまでの人生にないくらい緊張していた。この東京って色がおしゃれだねと僕は言った。君は静かに笑っていた。油断しないで、白いご飯は気をつけよう。下手をすると私たちが食い殺されてしまう。そして便器の底から長い毛のついた森を取り出した。あそこにいるわ、君が言った。指さす岩陰には大きな白いご飯が半分ほど水に浸かって静かに佇んでいた。2升くらいはありそうだねと僕は言った。君の目が狩人の目に変わっていった。足を踏ん張って船底に立ち森を構えた君の姿は、僕がそれまでの人生で見た中で一番美しいものだった。白いご飯は天気に満ちた目で僕たちを睨みつけていた。最高級コシヒカリは君が上ずったと言った。もし私がやられたら、私は勇敢に戦って死んだとお母さんに伝えて。君ばかりが暗い橋を渡らせない。僕が面白いことの喉を引きちぎり、そこに隠してあった日本刀をすらりと見た。君がこの世にないなら僕が生きていても仕方がないよ。それは死闘だった。だが僕たちは勝った。体中傷だらけになりながらも、僕たちはついに最高級コシヒカリを仕留め、それをうなぎの木の下に運んできた。しゃもじがないよと僕が言った。ここにあるよと言って君はブラジャーを外した。それがしゃもじであったことに僕はやっと気がついた。素敵な杉の香りがするねと僕が言った。天然秋田杉だと聞いた。何に僕だって。僕は帽子を目で差し出した。豪華ありたいの茶碗だよ。すごいという君の目に僕への対抗意識が宿っていた。そうして僕たちは二人とも裸になっていた。湯気を立てる白いご飯と煙を上げる蒲焼きを挟んで座りながら、僕たちは無言でお互いの腹の内を探り合っていた。沈黙に耐えられなくなった頃、風が吹いてうなぎ吹雪が宙を舞った。体をくねらせながら夢中のうなぎが空を飛んでいた。転校しようと僕は言った。